はよろしくね。誘ってくれてありがとう。メンバー揃いましたね。今日は皆さんと一緒にプレイできて嬉しいです。こっちこそだよ。こんなに面白いゲーム教えてくれてありがとにゃ。操作に慣れるまでは大変だったけど、ようやく思い通りに動いてくれるようになったよ。マリーたち、アクアでチームを作って冒険してるの。この間はジャスティスブレイドをやっと手に入れたのよ。おお、すごいレアアイテム。苦労したよね。あれってモンスターを倒しても絶対もらえるわけじゃないし、そのモンスターもなかなか出てこないしで、ね、いやー苦労したけど取れた時は感動したね。パソコンの前でガッツポーズしちゃった。羨ましいわ。私たちはまだ手に入ってないから。持ってると冒険が楽になるから早く欲しいんだけどね。じゃあ今日はジャスティスブレイドを取りに行ってみる？私たちはまだそこまで一度も行けてないから、経験者と一緒だと助かるな。夜はヨハネの味方よ。このヨハネがあなたたちを導いてあげる。ありがとう、ヨシコちゃん。ヨハネよ。あー、なんで？絶対みんなにゲットしてほしかったのに。あ、もしかして私の不運が。やっぱりレアアイテムやね。そう簡単には手に入らないか。でもこれも経験です。練習を積んだと思えばいざとなった時に慌てなくて済みます。うん、カスミンの言う通りにゃ。ヨシコちゃん、案内してくれてありがとうね。いつでも案内するわ、任せなさい。うちのゲームリーダーは頼もしいね。うんうん、いつだって頑張ってくれるしね。別にヨハネはそんなんじゃ。ヨシコちゃんいい子なんだよね。だからヨハネ。あとヨハネはそういうのじゃないから。しもべであるリトルデーモンのお世話をしてるだけよ。じゃあこれからもお世話してちょうだいね。なんかヨハネで遊んでない？そんなことないわよ。頼もしいと思ってるんだからね、みんな。思ってる。ヨシコちゃんはプレイが丁寧だからお手本としても完璧。それならいいけど。テリーナ、ヨハネよ。愛さんが作ろうとしてる、なんだっけ、メタバース？それにゃ。メタバースの世界ってこういうゲームみたいな世界なんだよね。うん、でもいきなりは難しいから、まずは学園っぽい世界にするみたい。学園？そう、どこにいてもすぐ行けて、いつ行っても誰かがいて、みんなでずっとずっと青春できる場所。学園みたいってことはさ、もしかして授業とかもあるのかな。シカ先輩、安心してください。アイバースでの授業はカスミンによるプチプラコスメとか可愛い小物紹介の授業です。楽しいです。よかった。シカちゃんってば、カスミちゃんと同じ心配をしてるのね。あー、言わないでくださいよ。リンもそれ心配してた。安心したにゃ。カス
が先生できるってことは、リンも先生できる？ダンスの授業したんや。そんなのあったら絶対受けるよ。学園全部をステージにしてのライブだってできちゃいそうですよ。やってみたいですよね。ライブを学園祭にしちゃうのもいいかもね。いいですね、お祭りです。あ、それで思い出した。ちょっと話変わるんだけどさ、今度うちの方で大きなお祭りがあるんだ。そこでミューズも歌わせてもらえることになったから、よかったら遊びに来て。マリーたちも行きたいわ。じゃあ後で詳細メッセするね。いいわね、もちろん行くわ。お祭りは土日開催なんですよね。でしたらアクアの皆さんが虹学に泊まれるよう交渉しましょうか。合宿みたいですね。楽しそうです。この時期にお祭りっていうのも珍しいですね。そうだね、うちの方は夏に盆踊りがあるくらいだよ。あの辺りは歴史のある町ですものね。カスミンのところの町内会の夏祭りも楽しいですよ。何をやるの？かわいい浴衣着て食べ歩き。ほっつぉ。それでも楽しいの。食べ歩きが楽しいってのはお祭りにとっては大事なことだよね。アイさんも商店街のお祭りでは気合い入れてその日だけのスペシャルメニューを作るし。お肉は入ってる？ラージュが来てくれるなら次はお肉たっぷりの特別メニューを作るよ。キャハ、絶対行くわ。私も地元のお祭りは好きだったな。かりんちゃんの地元のお祭りってどんな感じなの？伝統的なものもあるけど、フリージア祭りっていうのはエマにも見てもらいたいわ。フリージア祭りか、いっぱい咲いてるところをお散歩したりできるのかな。摘み取り体験っていうのもできるの。好きな色のフリージアを摘んでお土産にできるのよ。それは素敵ですね。私もやってみたいです。うんうん、いつかかりんちゃんの地元にも行きたいね。かりんって東京出身じゃないんだ。東京よ。東京にもそういうことができる場所があるってだけ。ランジュさん、ミヤさんのところではどんなお祭りがあるんですか？いろいろあるけど、私はカメリアフェスティバルが好きかな。カメリア、椿ですね。春節のお祭りは一年で一番賑やかよ。親族が集まって縁起がいいごちそうをみんなで食べるの。みんなで食べると楽しいよね。Thanksgiving Parade には家族でよく行ったな。ステイツでは2番目に古いお祭りなんだよ。歴史があるんだね。私もいつか見てみたいな。僕も案内したいよ。クリスマスやニューイヤーズだってすごいんだから。ランチのところだってすごいわよ。みんなを連れて行きたいわ。エマさんのところにもランジュちゃんのところにもミヤちゃんのところにも行きたくて困っちゃう。いっぱいアルバイトして全部行こうね。行きましょう。
カスミンのボディーランゲージに任せてください。カスミさん、言葉を覚える気は？カスミンは自分の得意なところを伸ばすから、言葉はしずこに任せる。もう、アイバースでいろんなお祭り体験ができたら楽しそう。アイさん、作ってくれる？ミナリー、ナイスアイデア。世界中のお祭りが体験できたらすっごく楽しそう。もっとみんなの知ってるお祭りの話を聞かせてよ。任せなさい、いくらでも話すわよ。話すのはいいけどさ、みんなそろそろ部活やらない？しまった、話に夢中になりすぎてた。アイさん、ランニングに行く？他に誰か行く？ご一緒させてください。あ、私も。かなたちゃんはストレッチから。私もストレッチ。あステージは明日なのよ。だから今日は一緒にお祭りを楽しみましょう。ああ、嬉しい。かなたちゃんたちずっと今日を楽しみにしてたんだ。私たちも、東京のお祭りってどんなんだろう。あんたたち、心して楽しみなさいよ。これは伝統と歴史あるお祭りなんだから。なんでニコちゃんが自慢げなの？地元のお祭りを自慢しない人なんていないでしょ。そうやね、毎年参加してるから愛着もひとしおやもん。ほのかのお母さんは昔からこのお祭りに参加しているんですよね。ずっと続いてるお祭りだからね。今はお母さんたちも運営のお手伝いしてるし、私もそうなっていくのかも。ほのかちゃんがお祭りの運営になったら、なんだかすごいことが起こりそうだね。期待してて。ほのか、くれぐれも伝統と歴史に敬意を払ってですね。わかってるって。私だって小さい頃から楽しんできたお祭りなんだもん。それに今年はステージに立てるんだよ。特別な思い出が増えて、今まで以上に大好きなお祭りになるよ。ほのかたちが大事にしてるお祭り、早く行きたいわ。日本の伝統的なお祭りって初めてだな。ちょっと興味あるよ。私は日本のお祭り大好き。何食べようかな。神社はパワースポット。ヨハネがそのパワーをすべて吸い取ってあげる。ヨシコちゃん、神様に失礼がないようにね。わかってるわよ。あとヨハネ。すごい人。ルビー、はぐれないよう手をつなぎましょう。うん。小さいお店がいっぱいだ。面白そう。あ、型抜きだ。型抜きって？型抜きっていうのはね、ほら見て、小さい板みたいなのにいろんな形が彫られてるでしょ。この溝を
針でチクチク刺して割らずに形を抜き出せば景品がもらえるっていう遊びだよ。なかなか難しいのよね。簡単そうな形に見えてもすぐ割れちゃうんだよね。僕細かいのは苦手だ。私はこういう細かいのは好きだな。なんか熱中しちゃうんだよね。ルビーも好き。ルビーの細かい作業は得意ですものね。クラゲを抜き出した時のお店の人の顔はすごいものでした。クラゲを成功させるなんてすごいやん。ねえねえ、じゃああれはカラフルで綺麗だ。あれはスーパーボールすくいね。ほのかちゃんたちとお祭りに来るといつもやるんだよね。最初はほのかちゃんが夢中になってやってるんだけど、だんだん海ちゃんも熱中しちゃってどっちが取れるか競争し始めちゃうんだよ。どっちが勝つの？勝率は半々くらいかな。だから毎回やらずにはいられないみたい。スーパーボールすくいでムキになるとは、うみちゃんも子供やね。子供の時からやってるから抜けないのかもね。小鳥ちゃんはやらないの？私もやるけど、あんまり上手くなくて。ちょっと取ったら、あとは二人の応援だよ。そっか。じゃあさ、アイさんたちと勝負しない？いいかも。きっといい勝負になるよ。僕もやってみたい。そういうことなら、マリーだって本気で行くわよ。ほどほどにしてくださいな。ダイヤさんは自信ないか。そうか。ないとは言っていません。私の腕前を見て泣き出さないでくださいね。そこでふっちゃん、さあ行くわよ。おすすめってあるんですか？ここに出てるお店は全部おすすめよ。ああ、かなたちゃんを迷わせようとしてる。お祭りって言ったら焼きそばは絶対食べたいよね。じゃがバターもトッピング乗せ放題って書いてあるの見たから食べたい。甘いものも。私はとりあえずあんず飴を食べながら考えようかな。すぐに食べられてお腹の容量にも響かないあんず飴をトップに持ってくるの策士だぜ、リコちゃん。ソースせんべいも食べたいです。字とか絵を描いて食べるのが楽しいんですよね。知り合いなのかな。ごめん。すみません、知り合いがいたもので。知り合い？小さい時から毎年会ってるからね。もう親戚みたいなものだよ。そういうのあるよね。
私も地元のお祭りだとそんな感じだよ。子供の頃からですか。長いお付き合いなんですね。私もいつも行ってるキッチンカーのお姉さんとはお友達だよ。あれ？なんだかいい香りが。シュンシュン。あ、これもらったの。友達がたくさん来てくれたんだって言ったら、みんなで食べなって。海鮮たっぷりのお好み焼きです。それとベビーカステラ、大黒様の形をしてるのよ。おいしそう。向こうで座っていただきましょう。あの人だかりは何かしら。あ、ランジュ、足早い。リンマリンちゃん。仕方ないわね。追いかけましょう。はあ、やっと追いついたぜ。ねえねえ、これから何か大会をやるみたいよ。ランジュたちも参加できるかしら。大会？ああ、寒中みそぎ我慢大会ね。うわ、今年もこんなに参加希望者がいるんだ。どういう大会なんですか？楽しそうなら私たちもぜひ参加したいです。これはね、冷水を頭からかぶって身を清める行事なんだよ。毎年たくさんの人が参加してるんだ。寒中水泳みたいなものか。そんな感じね。うぃ、カスミンパス。うんうん、寒すぎるもんね。クールで日本らしい行事ね。ランジュ、参加するわ。確かに誰でも参加 OK だけど、風邪をひくわよ。もうまたやら、ランジュは風邪なんてひかないの。ランジュさん、やめた方が。リナさん、この目のランジュは止められません。私たちにできるのは風邪をひかないようにケアすることだけです。悟ってるね、しおりこさん。見てなさい、誰よりも一番ランジュが輝いてみせるわ。この場で一番注目を浴びるのはランジュ。いいえ、虹学よ。ちょっと待ってくれるかな、一番は虹学？いや、別にそれでもいいんだけどさ、勝負もせず逃げたと思われたらやだな。どうしたらそういう考えになるの？まあ、カナンちゃんらしいといえばらしいかな。それならミューズも参加しなきゃね。リンが行くにゃ。え、リンちゃん、毎年見てるだけで寒くなるって言ってたのに。そうよ、リン、無理しなくても。大丈夫、リンが勝てるよう応援してほしいにゃ。これって勝敗を決めるような大会なのかな。リナちゃんボードハテナ、なんかすごい盛り上がってるし、もう勝手にやってもらおう。応援はしっかりしましょうね。はー、見てるだけで寒くなりそう。あ、出てきたじゃら。ランジュさん、カナンちゃん、ミンちゃん、頑張って。3人ともファイトです。信徒を滅却すれば、火もまた涼しいです。
何倍でもかかってきなさい。思い切りがいいんじゃ。リンマ、どんどん行くよ。あや、冷たい。にゃにゃ、遊んだ。この後はどうする？私たちはここで失礼させていただきます。この後集まりがあるからね。お手伝いしなくっちゃ。お祭りの後も集まりがあるの？うん、お祭りの時はご近所さんみんな集まって宴会するんだよ。いつもよりちょっと夜更かしができて、私たちにとっても特別な日なんだよね。とはいえ今日はちゃんと休まないとね。明日は私たちのステージがあるんだから。そうね、せっかくやらせてもらえるんだからベストの状態で臨まないと。進化した私たちのステージ楽しみにしててね。してるその期待に応えられるよう頑張らないとね。みんな気をつけて帰ってね。また明日。本日はお世話になります。合宿みたいで楽しいし、みんなとお泊まりできて嬉しい。りなちゃんボードワクワクマリーたちもよ。ねえねえ、もう布団敷く？ランジュ、シーツの掛け方を練習したのよ。みんなの分やってあげる。あ、それは私も得意なんだよね。旅館の看板娘だし。確かにチカちゃんはうまい。小さい時からお手伝いしてたんだなってわかるよね。ランジュちゃんは寮で特訓してたんだよ。私たちも付き合わされたけどね。ステージでは役に立たない技術を身につけさせられたよ。まったく。なんかまた競争になってません？競争ということなら参加したいな。人数は多い方が楽しいよね。どうしてこう勝負したがりが多いのよ。でもまあお布団が早く敷けるのはいいことだしね。これって花嫁修行に入るかな？持っていて損する技術ではないと思います。私たちも参加しましょう、あゆむさん。うん。何よ、ランジュだけじゃなくてみんなやるの？どうしてよ。みんなでやれば早いし楽しいからだよ、ランジュさん。あら、そうなのね。それならいいわ。でも一番たくさんの布団を敷くのはランジュだから。行くわよ。シャワー使わせてもらったわ。あら？ランジュちゃん、撃沈しちゃったみたい。今日はずっと張り切ってましたもんね。みんなと会えるの楽しみにしてシーツ掛けの特訓も頑張ってたし。そういえば実際に会うのは久しぶりでしたね。
あまりそんな気はしていませんでしたが、ゲームではよく会ってたからね。ゲームも助け合いですわ。あれ起きた。ランジュ寝ちゃってたのね。でもまだ夜でよかったわ。枕投げをしないで終われないもの。え？せっかくこんなに綺麗に布団を敷いてくださったのに。ぐちゃぐちゃになってもまたすぐに綺麗に直してあげる。ランジュはこのために技術を磨いたのよ。え？アクアの皆さんを迎えるおもてなしとしてではなく？もちろんそうだけど、ぐちゃぐちゃになったお布団を整えることも目的の一つだわ。さあ、ランジュにかかってきなさい。受けて立つわ。行くわよ。絶好調よ。今日はミューズのステージよね。いつなの？もう始まる？リンたちのステージは午後だよ。それまでは昨日の続きです。お祭りを楽しみましょう。ねえ、今更だけど大黒祭りってどういうお祭りなの？大黒って七福神の神様のうちの一人ですよね。そうやね。大黒様はここの御祭神の一人で、大黒様がみんなに服をくださるよってお祭り。ラッキーになれるってことね。へえ。ラッキーをいただきたいならやっておいた方がいいことがあるよ。何ですか？お祭りの中で大黒様と恵比寿様が出てくる時があるから、その時小槌を頭の上で振ってもらうの。 What？ 大黒様や恵比寿様がミヤちゃんの前に立つと、小さいハンマーみたいなのを頭の上で振ってくれるんだ。いろいろなラッキーがミヤちゃんのところに来てくれますようにって。それいいわね。ランジュ、いっぱいラッキーをもらいたいわ。私も大黒様と恵比寿様にも会いたい。別に信じてないけど、異文化は興味深いからね。みんながやりたいなら付き合うよ。もうミヤチってば、やりたいならやりたいって言えばいいのに。大人っぽく見せようとするとこが子供っぽいってわかんないのかしらね。よしこちゃん、それは言っちゃダメじゃ。僕はステージでは大学生で、ここでも3年生だ。大人っぽいんじゃなくて大人だから。ミヤちゃんは大人だよ。私すごく頼りにしてるから。ミナ。行ってみよっか。向こうもすごい人が集まってるね。何してるんだろう。寒中みそぎ我慢大会だったら今日はダメですからね、カナンさん。うはいはい、わかったよ。ダイヤは心配性なんだから。なになに、何やってるの？四条流包丁儀式みたい。四条…何？エボスとひたたれを身につけてるわね。
これは包丁とまなばしだけを使って物をさばく儀式なのよ。素晴らしい手さばきですね。振る舞いも美しいです。これも遥か昔から受け継がれてきた伝統なんですね。見とれちゃうね。ん？鎌田さん、どうしたんですか？あの包丁、すっごく切れ味が良さそうだなと思って。かなたちゃんも欲しい。あれでかぼちゃとかトマト切りたい。バカ、素人が使うにはもったいないわよ。かなたちゃんはいつかお料理関係のお仕事に就く予定だからいいんです。ニコちゃんだってお料理得意ならいい包丁とかいいお鍋欲しいでしょ。いや、ニコは使えれば何でもいいわよ。おお、それはそれでかっこいいセリフ。工房筆を選ばずだね。うふ、かなたちゃんの負けです。別に勝った負けたの話じゃないけど、ニコの勝ちってことならそうしておくわ。上手だね。照準が甘くて調整に手間取ったけど、こんなものだよ。ミナにあげる。いいの？僕はどれくらい難しいゲームなのか確認したかっただけだから、取った景品には興味ないよ。ありがとう。宝物にするね。ミヤちゃん、私も欲しい。私も欲しいな。リナちゃんだけなんてずるいな。もう、おとなしく待ってて。祭り林っていいよね。賑やかなのに、なんだかおごそかな気分になっていくわ。そう感じるのは日本人の血ってやつなのかしらね。また和をイメージした曲を作ってみようかしら。私もまた作りたくなっちゃった。あとちょっと、あとちょっと。折れちゃった。惜しかったね、ルビーちゃん。残るは歩ちゃんだけか。頑張れ、歩ちゃん。くじどうだった？中吉、大黒様と恵比寿様から服をいただいたみたい。リンは末吉。末吉だけど、いいことも書いてあるね。本当ですね。願い事は信じれば叶うってあります。これおみくじ掛けに結ばないで持っておいた方がいいんじゃない？うんうん、いいことが書いてあるおみくじは持ってた方がいいって言うもんね。ランジュのも見て。冬来たりなば春遠からじ。素敵な言葉が来ましたね。どういう意味なの？言葉の通りだと、冬が来たのなら間もなく春が来る。意訳すると辛い時期を越えて幸せが訪れることでしょう、というところでしょうか。英国の詩人、シェリーの詩の一節ずや。ランジュにぴったりの言葉ね。これ、宝物にするわ。ピュン！最強？嘘でしょ？ちょっと見せて。うわ、
これはひどいわね。特に学業。そういうニコ先輩はどうなんですか？見せてください。あ、ちょっと。なんだ、ニコ先輩も大凶じゃないですか。しかも、あれれ、学業、カスミよりひどいこと書いてありますよ。これは次のおバカ王はニコ先輩に決定ですね。なんですって。おしるこがしみるね。お餅おいしい。お抹茶も落ち着きます。甘酒も最高だよ。あれ、こんなのんびりしてて大丈夫だっけ？そろそろみんなを集めて準備した方がいいわね。じゃあ、アイさんたちもみんなを探してステージに行くよ。客席から応援してるわ。マリーたちをびっくりさせてね。楽しみにしてて。よし、行こう。ですが、楽しんでいってください。盛り上がっていこうね。ありがとうございます。楽しんでもらえて何よりです。子供の時お世話になってたお医者様が見てくれてたよ。こんなに大きくなりましたって報告できたかな。リンも近所のおばあちゃんのこと見つけたにゃ。いっぱい手を振っちゃった。うち両親が来てたわ。うちだってココアたちが来てたわよ。全力でやり遂げたんだから胸張りなさい。こんなにリラックスできたのかな。ずっと一緒に暮らしてきた人たちがいてくれたから。私たち幸せ者だね。見送りに来てくれてありがとう。この度は何から何までお世話になりました。お泊まり楽しかったよ。枕投げ盛り上がったね。ランジュのシーツ掛け本当にうまくてびっくりしたわ。うん、うちでアルバイトしてくれないかな。ランジュちゃんに頼って楽しようなんて考えちゃダメだよ、チカ。そんなこと考えてないってば。少ししか。まったく、チカってば仕方ないわね。な、もうそろそろ行かないと。あの、これよかったら電車の中で飲んで。マル、喉乾いてたから嬉しいじゃん。ありがとう、歩夢さん。うん、また遊ぼうね。すっごく楽しい週末だったね。
そうだね。うん、羨ましいなーと思った。え？できるかな。それなら頑張ろうかな。機会があればね。じゃあせつなちゃん、帰ってからずっとお母さんに話してたの？はい、止まらなくて。せつなちゃんらしいね。でもかなたちゃんも同じだよ。帰ってすぐはるかちゃんに話したもん。ああいうライブ、私たちもしてみたいですよね。だよね。ミューズもアクアもご近所の皆様に愛されてるグループでいいの。かなたちゃんたちもお台場の皆様に愛されたい。そうなるためにもっと日々の活動を頑張らなくてはですね。うん、明日からまた頑張るぞ。おー、帰ってきたな、不良娘。泊まりで遊びとは悪い子になったものね。人聞きが悪いですよ、姉さん。きちんと許可を得ています。それで、どこに行ってきたの？神田明神の大黒祭りです。へぇ、神田明神ってこんな時期にお祭りするんだ。ええ。伝統行事もたくさんある大きなお祭りでしたよ。行けばよかったな。今年はミューズのステージもあったんです。え？それ重大事項じゃん。教えてよ。すみません、知っているものと。先生って結構忙しいんだよ。これでも、あの動画があるのでよかったら見ます？え、本当に？見る見る。あと、これお土産なんですが。おお、お好み焼きに焼きそばにたこ焼き、綿あめ、アメリカンドッグ、焼き鳥。あんた、お小遣い3000円なのにお姉ちゃんにこんなに買ってきてくれたの？なんていい子。ちょ、苦しいです、姉さん。姉さんってば。話さないから。はあ、いいお湯だった。あら、二人とも寝ちゃったの？うん、いっぱい遊んだからね。起こすのもかわいそうね。このままここで寝かせちゃいましょうか。私、予備のお布団があるから持ってくるね。ええ、お願い。あと何？私も今夜はかりんちゃんのお部屋で寝ていい？ずっと賑やかだったから、そのいいわよ。枕も忘れずに持ってきなさいね。うん。ミューズのステージすごかったね。はい、ステージと客席が近くて一体感がありました。そういうライブが珍しいわけじゃないですけど、あのステージはなんだかちょっと他と違う空気に包まれていましたね。メンバーの多くが地元出身っていうのが大きいんじゃないかしら。昔からの顔見知りも多くて、ミューズにとってあそこはホームなんですもの。それって
ってつまり近所の子供の発表会を見守ってるみたいな感じですかね。ステージはもちろんだけどさ、大黒祭り楽しかったよね。今まで行ってなかったのもったいないと思ったよ。伝統的な儀式ってちょっと自分からは遠いものだと思っていたんですが、自分が近づこうとしていなかったんだなと反省しました。あの頭の上で小槌を振ってくれるやつ面白かったよね。なんだかパワーを感じたわ。ランジュちゃん、おみくじもすごくいいの引いてたもんね。ラッキーをもらった証拠だよ。ええ、あのおみくじはランジュの宝物よ。カナタちゃんたち、改めてお祭りが大好きになっちゃったね。お祭りというものの見方が変わった気がします。ただみんなで集まって楽しいことをするというだけではないのですね。そこに集まる人とのつながりを深め、地域とのつながりを深めてこそ、さらに楽しいお祭りになるんだと思いました。うん、本当にそうだね。僕、人がたくさんいるところってそんなに得意じゃないけど、ああいうのならまた行ってみたいと思ったよ。ランジももっといろんなお祭りに行ってみたいわ。伝統的なお祭り、ちょっとサーチするだけでもいっぱい出てきた。どんなのがあるの？これが気になる。埼玉の流星祭り。どんな伝統があるの？手作りロケットを打ち上げる。とっても未来的なお祭りでは？何百年も昔から現地の人が手作りロケットを作って打ち上げてたんだって。それは確かにすごく気になるわね。これはロマンですね。遥か昔から受け継がれてきたロマン、熱いです。じゃあお台場は？お台場のお祭りはないの？夏休みにテレビ局がやってる大きなお祭りなんかはありますね。そういうのじゃなくて、昔からある神社のお祭り。そんなのあったっけ？あるかな。先輩たち知ってますか？そういえば聞いたことないかも。そうなんだ。でも考えてみれば、虹学って地元の子はあんまりいないもんね。かなたちゃんもだけど、外から通ってる子ばかりだよ。しずこなんて鎌倉から来てるもんね。うん。新しくできた町ってことはさ、そもそも住んでる人もそこまで多くないんじゃない？今だって工事してるところいっぱいあるし、まだまだ完成してないとか。それってちょっと寂しいことなのかな。そうだね。だからこそ私たちも会えたんだし。ええ、その通りね。みんなが新しく集まる場所か。なんかかなたちゃん、もっとここが好きになっちゃうな。ねえねえ、今日はさ、みんなでお台場のいろんなとこを見て回ろうよ。歩夢たちを
新しく発見した抜け道に案内できてよかった。はんぺんの通り道はきついよ。僕ももう行かないぞ。かすみもう行かないって誓ったのに2回目です。うわー、みんな制服にひっつき虫いっぱいついてる。大丈夫、全部取ってきれいにしてあげるからね。なかなかの冒険だったわね。うんうん、好きな街のことは何でも知りたいもんね。でもよく考えるとさ、ここってちょっと不思議な街だよね。空き地やマンションの隣にいきなり未来って感じの建物があったりして。わかります、私のお台場への第一印象もそんな感じでした。地元が古い町並みなので、ここに通うことが決まった時はドキドキしました。最先端な建物ばかりで、まるでテーマパークじゃないですか。こんな場所に学校があるんだなって衝撃的でした。かなたちゃんも通うことになるまではお台場は観光地だと思ってたな。かすみんはそういう場所に通えるの楽しみでしたよ。高校生になって少し大人になったかすみんなら、お台場の街だってぴったりなはず。とは言ってもワクワクとドキドキが半分ずつでしたけど。やっぱりみんな最初は同じなんだね。よかった。街の見え方が変わったのは、虹ヶ崎に入って友達ができて、同好会に入って仲間ができて、お台場で過ごす時間が増えたからなんだよね。今は自分がここにいることが自然になってきたと思うんだ。それはそうよ。だって高校生になってからの思い出の中心地はここだもの。私にとってもお台場は第二のふるさとだよ。ここで過ごした時間が私たちを作っているんですね。男児はこっちに来て日も浅いし、この町にそこまでの思い入れはないわ。だけどこの町があったおかげで虹学のスクールアイドルが生まれた。みんなが集まって同好会を作り、男児にスクールアイドルの素晴らしさを教えてくれた。そして今では男児もその一員にしてもらえた。そう考えたら男児にとってお台場は自分の居場所だわ。大げさだなあ、ランジュは。でもまあ半分くらいは同意してあげるよ。ランジュが虹学に行くって決めなきゃ、僕も今ここにいないわけだしね。お台場がなかったらミヤちゃんと友達になれなかったんだ。お台場はやっぱり特別な場所。そうですが。びっくりしましたね。うん、地元の子たちに声かけてもらえちゃった。いろいろやってきてよかった。ねえねえ、あの子たちが言ってた、かなたちゃんたちの活動でお台場が前以上に注目されるようになってきたって本当かな。私たちの活動自体に変わりはないので、あんまり実感がないですね。いや、実感はある。どんな？かすみんのファンクラブに入ってくれる人ちょっと増えてきたの。ゲーム配信の動画を見てくれる人も増えた。ということはお台場の注目度もそれに比例して上がってるって
考えていいわよね。私たちお台場に貢献できてると思っていいのかな。そうだったら嬉しいわよね。私たちの大好きな街ですもんね。何をです？あ、まさか。そのまさかじゃない？もちろん賛成だよ。私たちみんな分かってるよ。ないなら作ればいいんだよね。お祭りお台場全体で作って盛り上げてみんなで楽しめるようなそんなお祭りを。